ちょっと10分押してしまいました。申し訳ありません。今日はご出演ありがとうございます。今日これからここでパフォーマンスを行うんですけど、そのパフォーマンスの動きが、まあ、なかなかいろいろ複雑なので簡単にご説明させていただきます。ですね、このもう四角の中目いっぱいまず使いまして、全15名のパフォーマーが、この中で、このヤマハさんの車椅子アンディを使ったり、TLF の、 あのスピーカーを使ったりしてパフォーマンスされます。今この車椅子はこのまま板付きで始まりまして、パフォーマーはあの奥の上下のテントからあのほぼ半数ずつのパフォーマーが、このエリアに入ってきて、でもうその中では縦横無尽、尺でいうと約15、6分間にわたって、この中本当に場合によってはこの際ギリギリまでダンサーの方が来る場合があったり、ヤマハさんのアンディがこうここら辺ギリギリまで走ってきたりするので、まあ、ちょっとそれぐらいのお心積もりでいただければなと思います。それで一応ここを関係者のカメラエリアにしているんですけれども、まあ、スチールの方々やなんかでここである程度撮ってちょっとアングルを変えたい方はまあ、一般の観覧の方がいらっしゃるんですけれども、その方に邪魔にならない範囲であればご自由に動いていただいて構わないんですけど、このエリア内に入って動くのはとても危険なので、外から回ってもしかして別のアングルという方はそこはご自由にというか各自もうそうです。このいわゆる4辺のこれがある中で結構キワキワまで来たりするので、で基本的に両側からこうダンサーが入ってきて、ここでぐる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 ちょっとはけたり引いたりはけたり引いたりしてるんですけれども、最後の後半にですね奥のテントが2つテントごとバーって人がテントを運んで両サイドからこう動いてきて、テントもこのエリアに入って、テントもパフォーマンスの一部になります。なので、まあ、奥の2つだけが動くんですけれども、動いてきてこの辺を通って真ん中でテントが2つ前後に重なって、それがずっと引いてって、その中にパフォーマーもこう入っていって吸い込まれるような形で終演ということになります。で、まあ、一応パフォーマーのショットとしては、終演後にパフォーマーが全員15人並んでこうちょっとこの字半この字ぐらいな感じに並んで、一人ずつパフォーマーの説明をクリスがマイクで呼び込みまして、で一列に並んでご挨拶をするというような形で、パフォーマンス自体は若干その生ものなので前後あるんですけれども、まあ、15分から17分ぐらいの間 で最後に全員パフォーマンスの呼び込みと挨拶をさせていただくというような形になります。なので、まあ、ちょっと動きが本当に激しいというか、なかなか説明も難しいような感じでぐるぐる回ったり両端に飛んだりとかいうことになりますが、はい、何卒よろしくお願いいたします。はい、内側に炎の口が出る、この時とか弓な感じで、ちょっと上下に向かう感じでセンターが出てくる、ちょっと張り出す感じの予定です。
番目張り出す真ん中、こっち側に張り出すんですカメラの、こっちです、こういうこっち側ですで基本的にはこれから2時の会が始まりまして、16時からも全く同じものがもう一回開始されます。すみませんで間もなく開始になります。どうぞよろしくお願いいたします。